校内の桜と松浦鉄道列車浦の先駅は佐賀県伊万里市山城町立岩にある松浦鉄道西九州線の駅。伊万里湾に浮かぶ福島へ渡る都線が発着する浦の気候への最寄り駅であり、国鉄時代は急行、平戸の停車駅であった。駅構内に桜の木が多く植えられており、桜の駅の愛称で親しまれる。地元住民で結成された。 裏の先駅桜保存会により植樹や樹木の手入れが行われ、桜の開花時期になると、鉄道ファンや写真愛好家で賑わうほか、当駅を舞台に桜の駅祭りが開催される、単式一面一線ホームの地上駅である。無人駅で、転換時は木造駅舎があったが、現在は駅舎はなく待合室とトイレ、公衆電話がある。1日の平均乗車人員は、 以下の通りである。住宅は多くない。平成二十七年度の桜功労者に、裏の先駅桜保存会が選ばれました。佐賀県森林整備課、http://www.pref.saga.lg.jp/.web/. 記者八万七千五百四十一 87,815HTML2015 年5月28日、閲覧。裏の先駅保存会、桜の景観守り厚労施席や祭り企画に合わせ。佐賀新聞。 http://www.saga-s.co.jp <Homeland> コロンススララッッシシュスラッシュニューススラッシュサーガスラッシュ10105スラッシュ1876172015年5月28日閲覧。佐賀県統計年間、駅看板を桜のデザインに、一新裏の先駅。佐賀新聞。 h t t p w w w s a g a s c o j p n e w s s a ー a 0 2 4 2 6 3 5 8と、と、アー c l クルド HTML2015 年5月28日閲覧。ありがとうございます。